はい、今日はね、まあうちらちょっと最近機材買い足しまして、まあこのオズモモバイル3っていうジンバルと GoPro8 買ったんだけど、まあ、最近ちょっと寒いのと雨降ってたのがあってちょっと使う機会がなかったんですけど、まあ今日はちょっと動画これで作ってみようかっていう話になって、まあいろいろ回ってきたんだけど、今日どうだった？まあまあ撮れてんじゃない？あ、本当？でこれで一応今日撮った映像で、うん、まあなんか映像作品的なものを作れたら、まあ、この動画とともに、はいはい、まあ、映像作ろうかって感じなんで。そうだね、まあ、もしこれが上がってれば作れてたっていうことだよ。うん、あ、まあ、書いてからしっかり確認してね、やりましょう。使い勝手とかどうだった？まあ俺もあんま慣れてなくて、うん、うまく撮れてるかどうか分かんないけど、まあ、これ結構練習は必要かなっていう感じだったんだけど、買った理由としてはやっぱ手ぶれじゃん。うん、まあそうだね、うん、あ、まあその点はね多分相当改善されてると思う。うん、うん、まあ買ってよかった。うちはもう結構ほら最近 Vlog とかね作り始めてて、うん、まあなんか割と面白いじゃんってなってきてたじゃん、うんうん、だから、まあ、これ新しい機材手に入れて、うん、まあ、いい感じで映像制作楽しめたらこれからねいいかなと思って、まあ、今日こんな感じでやってますと。うんうん、はい、そうです。まあ、ここ多摩川ですけど、今日あったかいね。まあここはあったかいのかもしれないけど、反射してそうめちゃくちゃ逆光で撮れてるか分かんないけど、うん、今国立のなんか多摩川のこれなんていうんですか、河川敷、うん、に来てて、まあ、今日休日なんでマラソンしてる人とか自転車で河川敷走ってる人とか結構気持ちよさそうだなと思って、うん、まあ、来たんだけど、まあいいんじゃないですかね。まあ、じゃあこんな感じでね今日はやりましたっていうことで、はいはい、まあ動画上がってたらまあぜひ見ていただきたいなと思います。じゃあ